誰か20だよ。じゃあ何々かというヤクザですかね。そういうとこです。ヤクザも強盗もここを犯した罪に上下はござりませんね。いいかおめえら、この雑居房じゃおめえらみんな新入りだ。先輩を立てることを忘れねえようにしろ。橘、よし、懲罰者だ。まーちゃんったら27番、妻木保護士さんが面会だ。お袋に一目だけ会えるように取り計らってもらえないでしょうか。まるまる勤めたってあと半年だ。先が見えてる。おい、橘、お前懲罰房行ってからぐんと真面目になったな。仮釈でもつけてもらえるんじゃねえのか。くっやろ。会いてえだろうな、ひよともやな。マジしろ。どうしてこんなこと俺巻き込んだんだよ。来なさった。いいじゃねえか、同じ旅してるってのに。また歩いて癖でも出したら網走で逆戻りだよ。下渡すると親分の生き延びが止まらない。どうして頼りをくれねえんだ。飛び出したきり鉄砲玉で。留守の間におふくろは死んじまってよ。爪滅ぼしに詰めて墓参りでもと思って返した。雨なすが海を見てます。泣いてます。その名も網走万が一。ちょっと待ちない。あんた一体誰ない。出過ぎたまりしただけだよ。さっきのあんたの話になる。